皆さんこんにちは。今回もまたリメイクシリーズということで、まずはこちらをご覧ください。これは何かと申しますと、AR の技術を使ってですね、ある特定の楽譜がスマホで起動したカメラの画角で検出されると、それがトリガーとなって 3D でできたバイオリンと左手が現れて、それが視聴できますというサービスを想定したコンセプト動画ですね。近い将来このような機能を備えた楽譜が登場すると思っていて、それを見越してアップした動画ですね。でとにかく 3D の技術というのは、いつでもどこでもどんな角度からでもお手本が確認できるという特徴がありますので、今よりももっとさらに幅広い層へバイオリンが普及することが期待できます。ということで、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。